お父さん、調子はどうですか？サリューさん、いつもすまないね。いいえ。では、ご飯の前に体拭きますんで、体を起こしますよ。ああ。いきますよ。お父さん、先に暑かったり冷たかったりしたら言ってくださいね。ああ、分かった。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。じゃあ、体拭きますね。ああ、すまないね。大丈夫ですか？気持ち悪いところはないですか？ごめんなさい。大丈夫だ。すいません。ご飯にしましょうか。ありがとうね。はい。閉めますよ。食欲ありますか？最近はめっきりなくなっちゃったな。今日のご飯入るといいです。じゃあ食べましょうか。すまないね。美味しいよ。よかったです。サリューさん。はい。しかし、わしの介護大変で、すまないな。いえ、すいません。そんな、大丈夫ですよ。あいつがいなくなってからっていうもの、本当に迷惑ばっかりかけて。そんな、お父さん気にしすぎです。そっか。はい。夫に先立たれた私は義父の介護をしていました。しかし生前、夫が私に残したのはとんでもない悩みの種なのでした。そういえば、今日の夕方、玄関が騒がしかったんだが、サリューさん、なんか知ってるかな？
ど。近所の子じゃないでしょうか。そっか。で、お父さん。夫は生前に闇金から借金をしていたようで、その取り立てがずっとやってくるのでした。とっとと出てこいや。すいません。で、金の方はどうなってんだ。用意ができなくて。用意ができなくてじゃなくて、用意するんだよ、この泥棒猫は。すいません、来週までには必ず用意するんで。すいません。ほら顔上げろ。来週までだな。はい、よし、分かった。来週までは待ってやる。その代わりちゃんと用意しろよ。よし、行くぞ。車回せ。はい。来週までに返す宛てなどもちろんなく、この場はそういうしかありませんでした。それでも何とか少しでもお金を用意するしか私にはありませんでした。全然足りない。では奥さん、金の用意はできたか。はい。
全然足りないじゃねえか。ガキの使いじゃねえんだよ、おら。すいません、でもこれしか用意できなくて。金で払えないんだったら違う形で返してもらおうか。必死に内職をしましたが、そう簡単にお金などたまらず、約束の期限が迫ってくるのでした。奥さん、それで借金の方はどうなんだ？あの少しずつ返していくんで、そのもうちょっと待っていただけないでしょうか。お願いします。奥さん、そうは言うけどね、利子ってもんがあんのよ。悪いけどね、そんなんじゃ話にならないわ。お父さん、ご飯できましたよ。どうかされました？ぼーっとして。サリューさん、何か隠し事があるだろう。いや、そんなことは知らなかったよ。借金があるなんてね。面倒を見てくれていい女の人だと思っていたのに。どうしてくれるんだ、サリューさん。サリューさんが留守の間に借金取りが来て、借金の方にこの家の権利書を要求してきたぞ。この年で家をなくしたらこの先どうしたらいいんだ。ずっと